ちは。今日はじゃじゃん、じゃじゃん。今日はこのカーズ3に登場するレーサーたち、全部で16台、この16台でレースをしてみたいと思います。でその方法なんだけど、5回にわたって予選トーナメントをやって、そのトーナメントのレースで1回勝つごとに1ポイントで、優勝すると2ポイント、合計ポイントの上位4台が決勝のレースに進んで、その4台で優勝を争うというルールでやっていきたいと思います。で早速今回が予選の第1回目なんだけど、もうね、抽選はやっておきました。抽選の結果はこんな感じ。さあ第1回の予選、優勝するのは誰かな。じゃあ早速最初のレースは、じゃん、トーカップ対シャイニーワックス。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはトーカップ。次のレースは、じゃん、スプッターストップ対ボビースウィフト。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはスプッターストップ。さあ次のレースは、じゃん、マックイン対ムードスプリングス。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのは何回見ても同着にしか見えないので、もう1レースこの2台で戦ってみます。いやすごいです。勝つのはどっちかな。勝ったのはライトニングマックイーン。さあ次のレースは、じゃん、ノーストール対タンクコート。さあ勝つのはどっちかな。さあ次は B ブロック、最初のレースは、じゃん、リボルティング対トリプルデント。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはリボルティング。次のレースは、じゃん、キャリウェザーズ対レブンゴーレーサー。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはレブンゴーレーサー。さあ次のレースは、じゃん、ニトロエイド対 N2O コーラ。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのは僅差でニトロエイド。さあ次のレースは、じゃん、ブリックヤードレー対フォークスホイールドライブ。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはブリックヤードレー。
さあ次は2回戦の第1レース。じゃん。スプッターストップ対トーカップ。さあ勝つのはどっちかな。さあ次のレースはじゃん。マックイーン対タンクコート。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはライトニングマックイーン。さすが。さあ次のレースはじゃん。レブンゴー対レボルティング。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはレボルティング。さあ次のレースはじゃん。ブリックヤードレー対ミトライド。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはニトロエド。さあ次は A ブロックの決勝戦。じゃん。トーカップ対ライトニングマックイーン。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはライトニングマックイーン。さあ次のレースはじゃん。エボルティング対ニトロエド。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはニトロエド。さあついに第1回目の予選の決勝戦。決勝で戦うのはじゃん。ライトニングマックイーン対ニトロエド。さあ勝つのはどっちかな。第1回予選決勝戦はなんと同着ドロー。いやちょっと何回見てももうちょっと同着にしか見えなかったので、第1回目の予選は両方とも優勝。いやすごいレースだった。おめでとう。